ブラダマンテは、マッテーを、マリーア・ボイアルドの恋するオルランドと、ルドビーコ・アリオストのクルエルオルランドの二つの女児子に登場する架空の女騎士。これらの女児子の知名度のために、後世しばしば西洋芸術の題材とされた。キリスト教徒の女騎士であるブラダマンテは、リナルドの妹で、ルッチェーロというサラ先人の戦士と恋に落ちるが、ルッチェーロが、 イスラム教徒から回収しない限り結婚しないという。戦闘に優れるブラダマンテは、触れたものを落馬させる魔法の槍を手に、魔法使いアトランテによる、東国の危機からルッジェーロを救助した。ルッチェーロとブラダマンテは、作中で何度も離別しており、ブラダマンテの両親はルッジェーロが、キリスト教に回収した後も二人の結婚を認めず、ルッチェーロではなく、レオという名の貴族を勧めた。 そこで、ブラダマンテは、自身に、戦いで勝利した相手と、必ず結婚すると決め、ルッチェーロはその試練に打ち勝った。そして二人の結婚は、ボイアルドとアリオスとの後援者でもあった貴族エステケを、生み出すこととなった。これらの詩は、シャルル・マーニュ伝説の序子詩に描かれ、フランスものと、ブルターニュものに見られる題材を繰り返し混成された。1582年、フランスの劇作家、 ロベール・ガルニエは、ブラダマンテとルッチェーロの恋愛劇を、さらに発展させた悲劇、ブラダマンテを表した。ブラダマンテを題材にした、いくつかの著名なオペラが描かれている。ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルのオペラ、アルチーナにも登場する。また、複数の小説の主役としても起用されており、イタロ・カルビーノが1959年に発表した、非常に皮肉的なシュルレアリスム小説。 不在の騎士がある。映画では、シャルル・マーニュ伝説を題材とした1983年のイタリアの映画、ハーツアーマーで、バルバラ・デロッシュが演じている。ありがとうございます。